はい、良い子のみんな、お相撲は親お蝶のお兄さんヘビピーザマサヨーチェーキというわけでございまして、改めまして大人の皆様こんにちはのヘビピーザマサヨ、元気ですか？元気があれば親お蝶もできる、このいやお蝶よろしくこの野郎って、そういうこと言っていけないザマサはね。さあ、ヘビ蔵のお待ち遠様、大相撲今日の親お蝶、さあ一体何をやるんザマスの奥様、奥様、親お蝶やってんの？奥様、親お蝶好き？お好きなの？あら、まあ困ったわね。親お蝶ってわけでございまして、この当人プロチクチクになるとも何回言ったらわかるのかしら。ね、私は氷川きよしではありません。というわけでございます。さあ、今日は一体何をやるのかしらということで、まあ、ラジオ配信。ね、ちょっとお耳とお目目もちょっと拝借するザーマスはね、ちょっとお付き合いいただけたら、個人ザーマスはなんだか今日はいろんなことあるザーマスはね、まあそんなところもよもやま話でお話ししたいと思います。それでは番組スタートです、よろしくどうぞ。はい、そういうわけでございました。改めましておこんにちはのヘビリンザーマッサーよというわけでございます。さあ、今日ですね、11月11日金曜日ね、1が4つ並びました。なんだかね、こう語呂合わせのいい日だということでね、そんな形がありましたけども、今日の、午後ですか、明後日ね、13日かな、13日日曜日から、令和4年大相撲九州場所が始まります。初日とですね、2日目の割というのは何でしょうというと、取り組みですねが発表されました。それをですね、ちょっと親お蝶の考察を加味しながらちょっと発表していきましょうね。よろしいですか。まずここ書いてあるのが初日の幕の内の取り組みです。ちょっとね、お耳拝借するざますわよ。いきますね。照強に東白龍、平戸海に、熱海富士、輝に東龍、ピン山本ちゃんに王鵬ちゃん、ね、琴恵光に沖の海、千代大龍に琴勝峰、咲ちゃんに千代翔馬、葵山にヘズマちゃん、ね、隆の勝に栃ノ心、宝富士に小林さんちのおげいちゃん、お茶漬けちゃんに龍電くん、ね、錦木にミスターいじめ、そして後半に入ります。北斗富士に佐田の海、若元春に緑富士、裏に霧馬山、ワッシーくんにイッチーくん、ね、明生に JA、 琴ノ若においっこちゃん、若隆景に高安、岩崎に正代、ヤクルト君に大栄栄天君ですね。合計21番になっております。さあ、ここでよく見ておきたいのは、まあ後々ですね、ちょっと今日のお相撲よもやま話でお話しますが、これがですね、11月11日現在に組まれた初日の割です。まあちょっとね、今話題のイッチー君が出場停止になるんじゃないかと言われていますけども、一応乗っております。そしてですね、この赤丸のついた照強に東白龍、葵山にヘズマちゃんね、ワッシー君にイッチー君、明星君に JA、 琴ノ若においっこちゃん、ヤクルト君に大栄君ということでですね、この赤い丸がついたお取り組みがちょっとお注射するんじゃないのかしら。親お蝶、親お蝶、この糖尿インポ野郎って、こういうふうに言っていけないざますわね。あ、そうそう、テルピーね、ヘビピーじゃないざますわよ。テルピーはお休みね、お休みしたんざますわよ。ね、お膝をね、切っちゃったというわけでございましてですね、戻れるの、テルピーってわけでございましてですね、まあ今年はいろんなことバレてるざますわね、もう本当に出るもんも出られなくなっちゃったってわけでございましてね、別にね、便秘してるんじゃないざますわよというわけでございます。そしてお客様ね、これをちょっとこの初日の割を見ていただいて、この人たち必ずどっちかが勝ってどっちかが負けるざますわね。例えばヤクルト君と大栄君がやったら、ヤクルト君が勝っちゃったりね、琴ノ若とおいっこちゃんがやったらおいっこちゃんが勝っちゃったり、はい、明星君と JA がやったら JA 君が勝っちゃったり、ね、こんな風にお台本が決まってるざます。そうするとどちらかが1勝0敗もどちらかが0勝1敗になるわけざますわね。さあ、それでは今度2日目の割を見ておきましょう。よろしいざますか。はい、いきますよ。はい、千代丸に平戸海、輝に照強、ピンピン山本ちゃんに熱海富士、東龍に王鵬、琴恵光に千代大龍、沖の海に琴勝峰、葵山に咲ちゃん、
千代翔馬にヘズマちゃん、宝富士に鷹の翔ちゃん、土地の神にゲイちゃん、後半ですよ、錦木に遠藤、竜電に錦富士、若元春に北斗富士、佐田の海に緑富士、フライングモンキーくんですね、フライングモンキーに明星、裏に大栄栄ちゃん、はい、若隆景に霧馬山くん、イッチーくんに JA、ワッシーくんにおいっこちゃん、ヤクルトくんに琴ノ若、高安に正代となっております。よろしいですか。こうなっていますね、はい、この初日と2日目というふうになっております。ただこれもしかしたらザーマスはね、明日に割が変わるかもしれません。というのは、今ここからね、まず考えてみたいのは、この今の状況に行ってからですよ、この初日、この初日の、はい、割があるザーマスはね、初日の割ね、21番ずつあるザーマス、そしてこのあった1勝0敗と0勝1敗がなぜか2日目になると1勝1敗、1勝0敗、1勝0敗じゃなく、1勝0敗と0勝1敗がうまく当たって0勝1敗が勝って、そしてみんな2日目には1勝1敗という星を合わせる、星合わせ、親をちょ、豚野郎を、昆虫症、地獄に落ちやがれ、まあそういうこと言っちゃいけないざますけどもね、そういうふうになるんじゃないのという、その確率が、先場所はですね、よろしいざますか、8割強あったんざますわよ、2日目で。おかしいざますでしょ、ね、あら、そんなことないわよ、ヘビリー、何この嘘つきインポ野郎って言うんだったら、私のですね、ちょっとアーカイブっていうか、動画の方をですね、振り返ってみてください。ちゃんとその数字出てますから。ね、これが審判部の親おっちょってこうなるわけざますわね。よろしいざます。伊勢川ちゃん聞いてる、この青森の恥さらし、え、青森県民みんな怒ってるぞお前のこと、うんね、大丈夫というわけでございます。さ、さてさて、こういうふうになっていくと、まあどうなるか、もしですね、初日の終わりが変わるかもしれません、いっちーくんのことです。さ、お相撲よもやま話に入りましょう。いっちーくんですね、いっちーくんがなんだか知りませんけど、やっぱりおかみさんどついてたっていうことで、なんかもう親方の湊くんがですね、もうちょっと自分の弟子をですね、もう賄いきれないということで、まあ、相撲協会に相談していた、そして相撲協会の方も一中君にお話ししようとすれば、弁護士を通して話してくれとかって、もうなんか偉そうなすごいこと言ってる。でこれもね、ちょっと今ね、ヘビリンね、ヘビリンのコミュニティ記事の方で今日も上げさせていただきましたけど、3週間ほど前にもね、ただいま調査中ということで、1本上げさせていただきました。あれご覧になっていただいた方いらっしゃるかしら。まあ予想的中というか、まあ的中というか、まあ聞いていた話でね、取材してたんで、まあ ほぼ間違いないだろうなと思ってたんですけども、まあもしちょっと違うとかね、相撲協会が揉み消すことが成功しちゃうと、我々の記事を出している側っていうのは嘘になっちゃいますからね、随分ちょっとこう警戒しながら出していた記事だったんですけど、まあ今日正々堂々と出せたかなと。まあさすが週刊文春さん頑張ったと思いますがね。まあなんかしました。こういうこと言うと必ずほら、ヤクザ関係からこうやって脅しのメールが来るんざーますわよ。斎藤殺してやるとかね。もうおっかないざーますわよ。聞いてる松葉会の広瀬ちゃん。もう今度は私も監禁されないわよ。戦うわよ、戦うわよ。ね。そういうのは、それ別にいいんですけども、ヤクザ相手に別に喧嘩する必要もないんですけどもね。どうでしょうということになるとですね、これやっぱりなんざーますの、やっぱりどついた方が悪いざーますはね、酒癖が悪いみたいなんざーますはよ、うん、酒癖が悪いんですけども、ちょっと問題があるんじゃないのということで、これね、私が聞いたところのことをちょっとお話しておきます。まず酒癖が悪いということ、そしてこのね、流行り病の中で、あの当時、緊急事態宣言、緊急事態条項じゃないですよ、緊急事態宣言が出て外出が禁止されていた時に、いっちー君がですね、外出をしようとしていたところを、お部屋のね、おかみさんが、ダメですよと、今そういう時期ですからダメですよと言ったら、なんで出ちゃダメなんだという、ちょっとお酒が酔った手前もあった中で、ちょっと手が上がってしまった、ちょっと、どついちゃったっていうのが事実みたいです。なんで出ちゃいけないんだって。まあでもどちらにしてもね、いけないのかなと思っています。またね、とにかくね、泥酔をすると、まあ姿が一変するんだそうですね。
で、師匠の再三の注意もあって、本人も自覚はしていたんだそうですけども、店とね、来客でトラブルを起こしそうになったり、おかみにも手をかけることがあったと。まあ、そしてね、そのおかみさんもやっぱあざができるほどなっただっていうんでね、あれですね。で、いっちくんのね、素行の悪さっていうのもね、ちょっとこう取材をしたところ聞いてみました。昨年、2021年の12月からね、部屋を離れて一人暮らしを始めていたんですね。まあ、ところがですね、今年度の2月頃には再び飲酒の影響でですね、稽古を無断でサボるようになったり、連絡が取れなくなっちゃったこともあるんですね。そこで港親方は3月に協会へ実情を報告したんだそうです。ところがですね、これに対して一智君はですね、態度を硬化してしまって、まあこれ何でしょうね、弁護士等というか谷町かなんかに知恵つけられたんでしょうね。まあ代理人立てて、これからは弁護士を通さないと師匠の言うことは聞かないとかって通告してきたんですね。でですね、今度7月の名古屋で優勝しちゃいましたよ、あの親王朝で、まあ、モンゴル関係でね。で、その時もですね、協会の番組の撮影を土壇場でキャンセルしてしまったり、まあ、それで収録をやり直す時代になってですね、師匠はですね、湊君は再び部屋で暮らすことを強く勧めたんですけども、まあ、ちょっと一智君との関係はね、遮断されてしまっているということなんですね。そして、まあ、ここからですね、ヘビリンのお話をさせていただきますが、まあ、一智君の後ろ盾って誰なのということになると、これはまず鳥取城北高校の石浦校長。そしてモンゴル相撲セレクションに絡んでいた、白鵬ちゃんの義理のお父さんの和田智義さんと池口恵佳先生、ね、あとはですね、それにあとモンゴル政府、あとモンゴルの大統領とかもいろいろ絡んでますで、ね、これだけ後ろ盾がいるから、そうそう簡単にね、相撲協会ちゃん解雇にできないんですよ。でね、この後ろ盾ってのはどうしてるかというと、やっぱり協会にお金を落としてくれますし、モンゴルの力士も供給してくれるわけですね。おまけにお朝鮮ヤクザもついてるわけじゃないですか、ね、協会は怖くて何もできないんですよ。で、まあ、結局ね、城北ダンスグループはですね、スターリン時代のソ連の共産党にそっくりだねということになります。よろしいざますわね。そしてですね、まあ、今回その3週間ほど前にヘビリンが記事を上げて、軽くね、調査中ということでちょっとソフティーにやったわけですけども、その後いろいろと聞き回ったり嗅ぎ回ったりしたところ、やっぱり相撲協会としてはスキャンダル化させたくなかったんです。しかしね、もうこう公になった以上は一智君には何らかの処分が必要だなってなっていますし、ただこの今前述しましたけど、後ろ盾の力があるんで、どうできるのかなというところが事実なんだそうです、ね。そして今回と似たような、以前二羽黒の時は親方が引退届を勝手に出して事実上の解雇になってしまったんですけどもね、まあ一智君も一発レッドカード、本当はね、この解雇が妥当なんですけども、まあモンゴルへ帰れなんてみんなで言おうとかっていうと、今の日本ではね、差別にだーとかってこうやって始まるざますから、うるさくてしょうがねえって言うんですね、相撲協会ちゃんのも参ってる。じゃあこのお相撲協会を管轄しているところの内閣府や文科省はどうなってるのというとですね、実はもうですね、呆れてるんざますわよ。呆れちゃってる。どうしたらいいのっていうのは、僕ね、文科省の課長は僕のね、大学時代の同窓生、お友達とじゃないですね、向こうの方の方がとっても優秀でね、ヘビリンの方がただのバカ学生でしたから、ヘビリンというかヘビピーがね、ヘビピーがとってもバカ学生だったんで、まあでもね、ちょっと教えてって言ったら、もう手つけらねえって、もう言っても分かんないって。だからもうずっと不祥事続いてますでしょ、ここ10年ぐらいちょこ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 とこうワンポイントでやってきますでしょ。でそのたんびに注意を促すんですけども、はい分かりましたって八角ちゃんなりね、その前の理事長の北の海ちゃんとかが、はいはい分かりましたって言ってるんですけども、勝手に独自路線で進んでいって、もうこれどうしようもないんだと。じゃあ公益外せばいいんじゃないのって言ったら、いやいやって、斉藤君よって、そうはいかないってって言うんです。なぜって言ったら、ほらって、相撲にどんな人たちが後ろ盾についてるか分かるでしょって。講演会を開いてみれば、自民党の衆議院の先生、参議院の先生っていっぱいくっついてるじゃないって。まああの人たちは票が欲しくてやってるわけだけどって、あの人たちに逆らったらこっち左遷させられちゃうもんってね。まあそういうですね、まあ忖度だとか、まあ恫喝だとか、そういうものがあるのが恐ろしい相撲の世界です、今のね。それと、まあ、やっぱりよく考えてみると、じゃあお相撲の、日本のお相撲になぜモンゴル人を入れてきたのかというと、まあ、お協会の方も相撲協会の方も安い人件費でね、日本の相撲とモンゴルの相撲の相性がいいとかと思ってモンゴルちゃんをたくさん連れてきたんですけども、遊牧民族のモンゴル人と農耕民族の日本人では理解し合えないところが多いというのは事実だわ。そうよ、もともとの気質が違うのに無理に押さえつけたってどうにもならないというところがだんだん分かってきた。
それでも今の日本っていうのはもうだん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 貧しくなってきてる、貧困化してるザーマスはね、それで何も物が言えなくなってきてる。でモンゴルちゃんっていうのももう分かる、ザーマスはね、モンゴルの国内にオチャイナのね武器のこう、基地があったりだとか、そういう関係で後ろにオチャイナ構えてるってことで、日本もそうそう手出しができなくなってる、ね、そうすると判断のできないね、なんザーマスのバカ相撲協会って言われるんザーマスけども、じゃあイッチー君の評判はどうなのって聞いて歩いたところですね、このイッチー君プラスこの港部屋の力士ってのはですね、下の力士も含めてね態度が良くないって言われてるんざます。っていうのはね、巡業先でおじさんが、この間私も言ったんざますけどもね、巡業先でおじさんがね、イッチー君にサインをお願いしてらね、断られたんですけどもね、そのイッチー君ね、女の子にはサインしてたという。でそのことに対しておじさんがなんか文句言ったら、付き人がですね暴言入ってきたんです。うるせえ、あっち行けなんて言われてる。でそれからなんか周りがね、イッチ君のイメージが悪いということ、ザーマスはね。でね、まあじゃあ判断ができない、話ね、今ちゃんとルート戻しますけども、判断ができないバカ相撲協会ということで、まあ過去の事例をね思い出せばですよ、例えば貴乃花ちゃんのところのお弟子さん、いたザーマスはね、貴乃富士だとか貴源氏は大麻ってあれだったっけ、まあ暴力あったザーマスね、春馬ちゃんもそうでしたザーマスはね、ほとんどの力士がね、力士間同士の暴力沙汰だったんですけども、まあ白鵬ちゃんはね除いてね、全員どついたやつは解雇されたと。でおかみさんとはいえとか、おかみさんゆえにね、一般人に暴力を加えたことが事実であれば、もうこれ言語道断、言語道断、ザーマスはね。で相撲協会ちゃんは一致を即解雇すべきなんザーマス。で暴力を振るったなら刑事罰を与えるべきで、ね、ここでいいですかお客様ね、今毅然とした対応を取っておかないと今後必ず同じことが繰り返されます。これ一致君に限らず、次から次へと、例えば甥っ子ちゃんだってこれから大関かなんかになったらやるザーマスはよ、流れてる血が違うザーマス。そしてねこうなるわけザーマスはよ、お相撲取りの暴力は一般人にとって狂気みたいなもんだわよということでございます。それとね、今ここで毅然とした態度を取らないで曖昧にしてしまって、また次回同じようなことが起きた場合ザーマスはよ、そしてその時に解雇したら、あの時は解雇されなかったのになんで今回は解雇なんだとか、そういう形に必ず揉めるざます。特にあっち系の人は、あっち系の人間は必ず揉めるざます。あっち系だってあっち系じゃないざますわよ、よろしいざますわね。そしてまあそれとね、大樹山がコンプライアンス委員の部長だったとは驚いたとみんな言ってますね。なぜかというと弟子の集団脱走にね、八百長引退に山梨事件にて、どう見ても適任とは思えないってみんな笑ってたざますわね、よろしいざます。そして、まあ、師匠のね威厳の低下っていうのもね出てきてるざます。師匠は本人のね了承なしで引退届を出すこともできるざますけども、内容が全て今回の事実だったとすればですね、そうされても仕方がない案件ざますね。まあこういうことの中で、まあ土俵に上がる資格はないんじゃないのと、こういうふうに言われるわけでございますし、まあそしてまあはっきり言わせていただくとざますはね、まあトラブルが続くなら協会はクビにすればいいだけの話で、弁護士を通さないと話ができませんとかなんとかって言ってるやつにね、無理に日本でねお相撲さんしてもらう必要もないわけで、いただくねお相撲さんやっていただくことは構わない、していただくことは別に結構でございますと、モンゴルにお帰り遊ばせとでね、まあ品性ってものはやっぱりお金で買えないんだなということなんざますわよね。まあただこの人なんかこのセルライトちゃん、あれザーマスでしょ、なんか日本に帰化して三浦君って言ってるザーマスからね、これね今度ちょっとね外務省の週明けね、ちょっとね外務省にちょっとねお話伺ってみようかなと思って、外務省にもね僕ちょっとねたまたまね、学生時代のね友人がいるもんですからね、聞いてみようかなと思ってます。要するに何を聞きたいかというと、帰化を申請して許可されたものをもう一度帰化の申請を却下できるのかっていう、こういう乱暴な人間を強制送還できるのかっていうことをねちょっと聞いてみたいなと思ってます。それと、ヘビリンですね、ここでですね凱旋活動をさせていただきます。逸ノ城引退要求日本追放凱旋をやらせていただきますので、凱旋車に乗りつけて国技館前でやります。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと日時の方はですね、まあ今日明日ってすぐできるわけじゃありません。というのは凱旋許可を公安の方で取らなくてはいけませんので、ちょっとお時間をください。言ってすぐね、明日やるってそういうもんじゃないんざますよ、凱旋活動っていうの。やっぱりね、公安に行って許可取らないといけないんざますけどもね。まあ、ですので、逸ノ城引退要求、日本追放凱旋、また、相撲協会、公益剥奪、
ね、解散要求でもこの2つを続けて凱旋で、あの例の黒い凱旋者に乗りつけてですね、思いっきりがなり立てますのでよろしくお願いいたします。もしですねお客様、あの日にちが決まりましたら、あのお客様の方で、ね、こちらの YouTube の配信の方で連絡をさせて、あのご報告させていただきます、インフォメーションをさせていただきます。そうしますとお客様の方で、あらヘビリンのこと見たいわ、お尻貸してって、そういう方いらっしゃったら、あのどうぞどうぞお越しください。ウェルカム、歓迎いたします、ね、そういうわけでございましてですね、いかがでございましたでしょうか、ね、こういうわけでございまして、ヘビリンね、明後日から場所についての親御町工作、この糖尿インポ野郎、豚野郎、落ちにやがれってこれもやりますし、あと場所中になるか場所終了後になるか、あの国技館前、両国でありますよ、両国の国技館前で凱旋をやらせていただきます。どうぞお楽しみ、遊ばせというわけでございまして、いいお時間になりましたね。今日は初日2日目の割の説明と親尾町の考察、ね、特に2日目も、2日目やばいぞ、アマスはね、フライングモンキーちゃんと別にこの赤丸ついてるところね、イッチー君と JA とかね、ワッシー君とおいっこちゃんね、ヤクルトとあの佐渡ヶ岳の3代目とかね、なんか危ないのやりぞ、アマスはね、なんかくせえぞくせえぞ、お前垂れたんじゃねえの、漏らしてんじゃねえのって、こういうザーマスね、お相撲やるザーマスはね、このおクソ野郎とこういうふうに、そういうこと言ってはいけませんね。それと、今お相撲のね、イッチ君のね、ちょっと取材のしてさせていただいたお話もさせていただきました。いかがでございましたでしょうか。それではご挨拶しておきましょうね。はい、姉ちゃん見てるかっていうか、姉ちゃん明日行くから待っててね、お願いしますね、晩ご飯頼みますよ、ね、美味しいもの作らないと僕は暴れるよというわけでございます。さあ川原さん、おコメントありがとうございます。さあいよいよですね、明後日から始まります。さあ今日のこの割、初日と2日目ね、川原さんね、覚えとくんざますよ、この初日と2日目の割覚えとくんざますわよ。どんな親落ちを見せるのか、この野郎ども、畜生この野郎ね、お尻貸して、そうじゃないざまさよ、よろしいざまさね、はい、三河清ではありません、織田裕二でもありませんね、はい、よろしいざまさね、私はゲイではありません、ホモでもありませんね、よろしいざまさね、はい、ここ川原さん、ここあの確認してくださいざますね、というかあのちゃんと了承してくださいざまさね、ヘビピーはね、ホモでもなければゲイでもない、そしてオカマでもない、ここは分かってくださいね、よろしいざます。ただお言葉がお上品ざますでしょ、ですからどうしてもこうちょっとあの何ざますの、女性っぽく見えるのかもしれないね。でもそういうこと言うと、なんかポリコレとかなんとかに引っかかるざますから、お気をつけさせってこうなってるわけざますけども、よろしいざますのって、ほほほほ、やおっちょってこうやって笑わないといけない。ほら、川原さん、ほら、まただめ。だから、お口を大きく開けて、あっはっはって、そういう笑い方してだめだって言ってるざますでしょ。だから、お小指を立てて、お口を隠して、おほほほ、おやおっちょってこうやって笑うざますね。よろしいざますね。おほほ、お相撲はおやおちょ、この豚やろうってこうやって言わないとだめざますね。よろしいざますね。はい、その次ですね。はい、森子先生、おコメントありがとうございます。貴重なおコメントいつもありがとうございます。いよいよ始まります。明後日からですね、明日はまだ始まらないざますわよ、よろしいざますわね。ぜひ、今場所もですねお付き合いをいただけたら幸甚です。またヘビリンのでヘビピーのですね、つまらない解説動画始まります。お付き合いいただけたら幸甚です。さあ松千山親方様、こんにちは、おこんにちは、ヘビピーざますわよ、よろしいざますね。始まります。何が始まるのかしら、何も始まらないわっていうの、このバカ相撲が始まるざますけどもね、まあ本当またもしね、お手すきであれば15日間またしつこいざますけどもね、お付き合いいただけたら幸甚です。はい、そしてですね、愛国さん、お元気ですか、お体の具合いかがですか、お元気ですか。15日間始まります。もしですねお機嫌の およろしい時、お手すきの時、またこのヘビリンの方にですね遊びに来ていただけると、ウェルカム、歓迎いたします。はい、その次ですね、はい、マサピ、ママ上よ、諦めちゃダメよマンディって、マンディ、そういえばマンディ元気、そういえばマンディお前あの何、松戸、父親の後継いで松戸で喫茶店やってるって言うけど、ヘイピピー最近遊びに行ってやってないけど元気でしてるかマンディ、え、あーもうね、2丁目でオカマは卒業したんだから、いつまでもオカマの喫茶店なんかやってちゃダメよね。あ、それと話変わるけど、マサピお相撲始まるんざますわよ、ね、ですからね、もしちょっとねママ上のこのね、あの動画配信ちょっとお付き合いいただけたら嬉しいわ、ママ上嬉しいのよ、ね、ですからママ上の言うことよく聞いて、ね、ちゃんとお相撲の話聞きましょうね、ちゃんと正座して聞くのよ、お行儀よくね、
じゃないと、あのね、マサピーがお行儀悪いと、おきご近所でママピーが笑われるんざんまそれ、押し付けが悪いわね、あそこのうちは、ほほほほ、相撲親おちょこの豚野郎ってこうやって笑われるんざんますからね、マサピー頼むざんまさんよ、というわけでございます。さあ、他にもですね、たくさんおコメントありがとうございました。ちょっとね、もういい時間になりました。時間の関係上、割愛をさせていただきますことをどうぞ、ひらにひらに、ご勘弁を、ご容赦、お許しいただけたら、後陣という か、勘弁してください。さあ、それではですね、エンディングに入りましょう。はい、エンディングでございます。花田まさる氏が、いっちーくん、やっぱり、やってたのね、やらかしたおかみどつき倒したのね、いやいや、あの体でどつき倒したらプロボクサーがやったのと一緒ざますからね、おっかないざますはね、相撲協会ちゃんもね、早く首にしとかないと、あとあと揉めるざますはよ、でもあやにくっついてる鳥取城北の石浦校長とかと縁切ったらあれなんざますでしょ、何こそ言われるか分かんないざますでしょ、まあ随分ね、モンゴル人の歴史も供給してもらってるざますしね、池口栄冠先生もいらっしゃる、でも池口栄冠先生死んだらどうなるの、相撲協会じゃん、今度誰に頼るの、やっぱりお朝鮮総連、それとも統一協会、あ、相撲議連もあったわね、相撲議連の方にお願いするのかしら、それでモンゴルルートで鉱山利権使って、あの武富地方だかの山掘ったところでゴミしか出てこなかったっていうじゃないの、なんだか知らないけど石炭しか出てこなかったって、何が金銀鉱山出てくる、何が都市鉱山だってふざけんなって、掘ったらゴミしか出てこなかったって、あれ本当ざんまそうよ、それに比べて安倍ちゃんがね、5兆円だかも補助金ね、わざわざ出してやって ODA だかで5兆円ただドブにぶん投げたっていうような状況だったって話ざます、だから頭打ち抜かれちゃったとかって、これ本当ざますわよ、ヘビリンちゃんとお相撲の話しながら国際政治の話してるざますからね、これちゃんとお耳に入れとくざますわよ、頭の中に入れとくざますわよ、これ大事なお話ざますよ、だからお相撲なんていうのはいらないの、相撲協会をぶっ倒す、やるざますわよヘビリン、また15日よろしくお願いいたします。さあ、それではまた次回、私が殺されなければお会いいたしましょうね、それでは皆様ごきげんよう、さようなら。